はい。今日は、すれとすれやけど、背の高いもの、これリーチが長い。リーチいうのは、R-E-A-C-H 言うて、到着するという意味。到着する。この長さをリーチという。それで、同じ人間やけれど、リーチを長くするにはどうしたらいいか。はい、考えてください。その場について。いや、その場で。あ、その場で。うん、はい、反対側。どうやってつくな？そうですね。まあ、それで、同じ人間やけれど、リーチを長くする方法。僕、今まで、月はこうしてた。こうしてた。これをちょっとな、変える。今までこうしてたな。やっぱり。違う。順的にこうしてたな。で、ついていくときでも、順的で、こうしてたな。やっぱりついていくときこうしてたな。これをちょっと変える。まず、逆づきから変えてみよう。な。ちょっと変わる。はい。逆づき。僕がつくよ。はい、どうなの？肩もこう出てるし、腰も回転。この、腰の回転がちょっと、普通より大きくなる。な、足あたりから、腰あたりから、体はこのようになっている。これが逆づきのリーチを長くする方法。な、もう一回やるぞ。普通やったらこうつく。な、これに足もこれに、これに、これちょっとやったらここや、ちょっとやったらここや、これを逆付きのリーチを長くする方法という、あんまり基本にはない。基本では教えない。そして、順づき。はい、順づきやってごらん。前向き、逆づきやろう。順づきやから、こっち足がないやから、の方くついてきたら、こうやるな。これが基本の順づき。OK?これが基本の順序。これの関係。これもちょっと違ってくる。俺つく、はい、基本の順序。あちゃん。次。基本の順序じゃない。順序。これね、ちょっと足が違う。基本の順づき。
元気でもかいな。出口やった。基本大事だからな。だけど、この場合、ちょっと腰あたりからずーっと違って、この足が、この体が45度傾く。うん。で、ちょっと注意すべきよ。はい、もう一回ちょっと行くよ。そんなのな。これ、ここで止まるんかいう話になる。な、違う。これゆっくり。これともないね。それで基本の順づきはもう一回やるよ。まっすぐ行ってまっすぐ。か。基本の順づきはまっすぐ行ってまっすぐ戻る。けれどこの順づきはまっすぐ異常に行ってまっすぐに戻る。逆付きも、逆付きも普通はこういく。これをこういく。それで戻る。これ、戻るな。これ、戻るのは、あ、突きっぱなしやがんねよ。ついたやつは必ず戻るんだよ。一本突きいかんやんだな。戻る。だから、もう一回言うと、基本の順づきを1、2と。な、僕の言う最後の順づきは1、2と。ここは同じ。逆づきでも、な、基本の逆づきは1、2と。あの、基本のじゃないし、僕の今教えているのは1、2と思う。そういう違いがある。だから順づきと逆づきで違う。今の説明わかるか。例えばこんなん、どこで使っているの？先生を使っている。はい、ついてる。はい。これ見て。体。ぐらいなんだ。これ逆づきやな。これなんともな。こんなところで使っている。今のなんともな。またやるよ。はい。はい。これで使うてやる。ただ、先生、おからもこうしよう。これ次の応用や。ほんまはこうしてこうしてくれてやる。基本やったら。無料で使うと書かないない。あれ、逆付きで使うてやる。ほな、順付き。例えば、どんなところで使うと言いますか？言うやろ？うん、はい。ほっ！来いよ。はい。ついてこい。ほい。これ、また入ってやる。わかるか？肩が。こうじゃないよ。はい。これ、こうしたら基本通り。基本通り。あ、ごめん。逆付きでやるやったな。順付きやったな。はい、これ基本通り。はい、はい、ちょっとこっち、かけはった。こういうとこで使うている。
こういうところで使っている。例えばまたついてくる。逆付きでも順付きでもいいんだけれど、それでついてくるとしたら、どこで使っているか。はい。これ逆付きやな。使っている。見てみ。見てみはずです。使っているのわかる？これ逆付きで。そういうふうにちょっと足が違ってくる。こっから上が違ってくる。ついたらつきっぱなしじゃない。つきっぱなしでこうやってやっとったらな、不安定や。戻る。これかな。あちこちで使います。あちこちで使います。例えば、はい、これこうな、これやったら受けやけど、これの問題や。腕まっすぐ人、うん、はい、これ前に出した、これをな、足はまっすぐやけど、体はへこむ。これもリーチの話じゃないけど、ということは足と体がこうなっとかんといかんいうことはないね。こうなってもいいねな、こうなってもいいねな。これまっすぐやな、これ45度やな、これはまっすぐやな、45度やな。ちょっと足も影響を受けるけど、そういうふうに これが正面向いとくから言うて、これも正面向かんでいいね。そういうことはこう、もっとこう使いようので、いやいや、これをあまり動かん、これの方がよく見て、これまっすぐやった。そういうこと。それを極端にやったのが、マハミ。はい、これ。はい、マハミ。はい。これ、こちらに作るとしたら。これ、こうしよう。これの場合は、これと足が一緒や。こうしよう。な、これ、一番リーチを長くする方法。はい、来てみ。あっ、届き。これの届いた。これ、一番リーチを長くする方法。な、はい、これ、これから教えてよ。おぉ。届く。届く。これ、一番リーチを長くする方法。はい、これ。リーチを長くする方法。これ、長くなる。学び。これも、今のどちらかというと順付きやな、逆付きじゃない。あ、マハミの場合は後ろの手は使えない、前の手だけ。これとこれでも、はい、ピョッとついてみて、はい、ふーっとポロッとやった。マハミから当てられてる。前見ながら僕が取る。そういうふうに今までは逆付きと違う逆付き、今までと違う
純石。それから万美は今までそこにいることを言ってによって利益を長くする。だから利益を長くして叩こうたら背が高いのと同じや。背が高かったら利益が長いなくする。利益が長かったら背が高いなくする。これ背が高い人は今僕とあなたあまり変わらん。あんまり変わらんとき、君が普通の突き方をして、僕がリーチが長くなる使い方をしたら、僕の方が有利になる。はい、もう一回ゆっくり、バーッと、これ僕の方が有利。これなんかやっても届けへんな、どっちも。はい、ふうふう。これは僕の方が有利。君に届け。な、はい、次に、はい、ふう。これ君に届け。俺のも届いてる。あんまり非常にないじゃけど、これ逆向きのこれを使うだから。リーチが長くなって届く。うん、はい、次、はい、ふう、ふう。あ、これも、ちょっと真反と似てるけど、はい、ふう、ふう。これ、真反じゃない。これ届く。君に届け。な、これも、真反じゃないな。まあ、ちょっと足と、整体ではないけれど、これで肩入れてる。な、それと、僕が届いて、君が届かない。ということは、今の説明は分かった。昔、ちょっと話変わる。昔、こういうふうなことを僕はやっていたことがある。今ならあかん。はい。もうちょっと、はい、これで。ついてくるというのは、側屈。大きかった、昔やから。ついてくる。これ、側屈いたら大体、前屈、側屈、膀屈、横に行くやつ。普通はここに行く。はい、もうちょっと。はい、もう一回。側屈いうのは、はい、前屈してごらん。前屈をしてごらん。前屈をしてごらん。深い前屈。背が前屈やな。後屈をしてごらん。後屈。こう、あ、違う。これ、僕も90だから、これ前屈。な。読み解くよ。これが前屈。後屈いうのはこういうね。後屈。こっちは見てるわ、顔を。どこ見とる。敵はこっち側におるんや。敵はこっち側におるから。前屈いたらこう見てから。後屈いたら。こうなるけれど、こっちを見てる。側屈言うたら、側いうのは横へ行くんやから、側屈いうのはこういうのだ。これはこう。ホークはまだ、ちょうとちゃうやけど、そういうこともあいつも分かってへん。前屈、側屈、後屈。君30年やっとうけど、後屈でき。まあ、覚えていい。それで今の側屈、相手が昔の先生こう教えた。はい、もうちょっとこっち。はい、こう。俺これこっち足出すから、はい、これ、うん、こう教えた。
相手がついてきたら筋を外して立ってつける、こう今見とけよ、体来ないなんてこと、こうつける、はい、そんなんでもリーチを長くしようみたいな、はい、こう体が違う、どこ見てるか、ぐーっとねじって横向いてでこうしてる、もちろんつきっぱなしじゃないよ、ついたらすぐ引かんといかんから、はい、もう一回そう、ブーッと来ないな、もう来ないな、ついて来ないな、これでリーチを長くせという話やった。昔そういう技があった。もう一回ついてくると、まあ、だけど今はそんなあかんと言ってる。なんであかんか言ったら、最初は幸せなかったと思う、はい、したらうわーんってこと、次何もでき、前こっち行くも無理、こっち行くも無理、前行くも死んで、後ろ行くも死んで、だからこういう側屈はダメと言ってる今はな。もう一回、はい、日本ゆっくりついてくる、はい、一本目こうな、二本目ついてくるから、こうついてくるから、こう今大手もついてくるから、あの学習したらこれから行くとこついてるから、あと、はい、ゆっくりこうやろ、それとこっちをついてくるから、わかんないとね、決めはない、まあ、はい、こっちついてきて、またこっちついてきて、俺の移動するのを見てな。いや、それは考えてない。ちゃんと今おるところをつけ、学習する。それで今行きましたんで。それでも、それでも、はい。こう来たら、こっちついてこい。俺、ここにいるんだ。ま、まだか。ここじゃない。ここじゃない。一発目は、はい。一発目はこうじゃ。俺はここにおる。この真ん中をついてる。俺はこう言ってこう言ったふとこの真ん中をついてる、はいはい、だからここをついてる、相手に向かってですね、相手を怒るところについてる、わかりました、奥田さん、はい、やります、はい、言ってください、俺はこう言ってこう言ってこうついたらな、はい、俺の行くとこついてる、ゆっくりやってるからですね、はい、はい、います、はい、もう一回こうなる、するとこっちへついてくる、するとこう押してこうじゃなくて、こうなってる。だけどな、昔は、お前奥声出せないよ。なるほどなんだ。もう先生がもうややこしいこと言うからですよ。ややこしいことを教えて。私もその多少こうなりますやんか。今な、まあ、難しいことを教えておいな。わかりました、はい。もうちょっと小さいこと言う。はい、わかりました。必ず、敵がおるところをついてる。敵が次行くとこついていったらあかん、それ学習しておかれ、それで昔はそう教えていた。これまず問題がある。一つは立ち方が大きい、二回目も立ち方が大きい、動けん自由に。二つ目、動きが大きすぎる、はい、向かい、動きが大きいな、はい、また大きいな、こっちついてくる、こっちついてくるんだよ、でこう俺とこついてこい、こう行きましたね、こうは行ってないですよ、こう行ってない、俺とこついてこい、はい、向かい、ついてますけど、ついてこつくね、こう行ってない、ここや、真ん中や、なんか俺はこう、まあ、こう行ったからこう行っただけで、こうついてますって。
何をやらなきゃあかんと。やってますって。大きく出すな。大きく出てないですから。これはこういう。すると、ゆっくり。こうついてくる。すると、こう逃げる。まあ、昔はこうしてた。だけど、今となっては、そういう説明はあかん。まず大きすぎる。第一動作。第二動作も大きくて、どっちも大きな足幅。な。だから、大きいやつは遅くなる。あれも、今言ったように入る。肩を入れる話になってる。上半身な。これ、このやつやろう。こうじゃない。もともとはこうだったよ。な。けど、俺はこうしたい。けど、足幅が広すぎる。動作が大きすぎる。あかん。だいたい、こうやって、こうなのかな。動作が大きすぎる。それで、力士を長くする技も、できるだけ小さく。今のようなやつは、昔は僕はそれいいと思ってた。あかん。しかし、ボクシングでも、ダッキングになる。というのはある。ダッキングだけで。水にくぐるんだよ。だから水にくぐるアヒルなんてダッキング。ボクシングのようにこうしてこうしてる。けどまあ彼らは速いな。動作は大きいけど。で僕らはまあいつまでもああいう20代のことはできんから。あれ動作大きかったもん。動きが速いからまあいいんだけど。僕らは動作が遅いから。大きさを小させんという。動きを小さくなる。だから今言ったように、はい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 、はい、それでこっち、こっち、はい、こういう仕事なんで、いつまでもこんなにしてあかん。ただ、僕の今の理論から言ったら、またこういうことで、な、これ、これ、これ、見てみ、はい、これ、逆突きだろ。逆突きじゃなくて、こっちが逆突きになる。足を向いて。こういうふうに、だからゆっくりやると、はい、一で逆突き、すぐ返して逆突き。こうなる。いやけれども、あれ基本通り。他のことをやってよい。ん？だからこれやったら、はい、ジャック突き、こっちは押さえて、こっちはジャック突き。こうしよう。こういうふうに、ジャック突きや順突きで、そういうふうなものを入れることによって、リーチを長くしてる。またリーチを長くしていくのは、そういうやり方で、簡単に言うたら、これで、こうしたらリーチが長くなる。逆でいいやったら。反対側も、こっちはどっちも、もう一つ。手こっち。で、顔こっち。反対側、こうしたら、あっち側逆できない。逆できない。これ、今までこうやっとったな。これやったら。これやったら、こうつくのが逆付きやる。こうつくのが逆付きになってる。ん？こうやってやったら、こっちがつくのが逆付きやる。こうなってる。そういうふうに、今までは、
足す方向とつく方向と体の面が一致していたけど、そういうふうに違ってくる。逆突きやからでこっちが向いているとは限らない。知らんうちに使ってますけどね。どっちがしようか知らん。俺は体の方が中心や。手が中心やったら、つくときは体でつくから。これも、こういうときに体の回転がぐーっと引いて、バッとつくから。体が中心や。届いてないときは、届かんと思ったら届きます。あんまり入れすぎたら。あ、入れすぎた。だから、こんなところでやっとったら引っ張ってみる。これすぐ使われる。これ、引きを配線というか、ラップで、パーッと来ないんだ。パーッと来ないんだ。パーッと来ないんだけど、早やってされないんだ。ヤクズキ、ヤクズキ、来ないんだ。な？これ、ヤクズキ、ヤクズキの向かい。普通、例ったら、これで逆突きできない。普通にこちらで逆突きできない。けど、あの時は逆突き、逆突きができる。そういうふうなリーチを長くすることを考えている。まあ、同じ身長やったら、まあ、他の条件もあるけれど、なリーチを他の条件もあるけれどもリーチを長く使えたら有利になる。身長同じやったらうまいことリーチを使えたら有利になる。身長が違った。大きな人間はリーチを使えたらもっと有利になる。例えば俺が今フォークにあるでしょ。フォークも175ぐらいだ。960ぐらい。ふと入っちゃってきてる。ちょっとこの上にこんだけ長いと思ってよ。これ長いと思ってよ。フォークやからこんだけ長いフォークや。それと、はい、はっ、はっ、もうこれってなんか君の目の中入っとんの。もっと10センチぐらい長いからフォークの前。君届き、な、フォークの前この先このぐらいあるから。もうこのぐらいでも届く。君は届き。だから、フォークが背が高いから、この技を使うだろう。ボタクのやつは届かんけれど、届くという、向こうは届くということになる。それから次、線。今急にバッて危ないからちょっとゆっくりやるけど、はい、君が出てくる前にバッてやったら、はい、と危ないからそして止めると、はい、あの、はい、はい、これもう届いとん、君届いてこの先10センチやろうな、はい、これフォルコン、これ届いとん、同時やったら届いとん。これ、フォーク、何にもせんでも、リーチを長くせんでも、はい、はい、続いておる。な、これリーチ長くしたらもっと続いておる。さらに10センチ。だから、フォークも、普通でやっても、はい、一緒にやったら届いてる。リーチを長くするようにこうしたらもっと届いた。この先10センチは君より早く届く。そうそうです。
これから言うたら、ポイント同時にやったら、長い方向の方が有利になると思うんです。さらに僕の言うリーチを長くすることができたら、もっと有利になる。同時にやったら。でそれを、ホーク君、もう一つ勉強して、線を取れるようになったら、なんか小田君が先にやったら、小田君が突き始めるのに、向こうついどったりになったら、もっと有利になる。だから、ホーク君は小田君とやる場合、リーチを長くすることを覚えて、しかも線を取ったら、非常に有利。だからホークもこれを覚えんといます。で、小さい連中に前へ出てこれを使う。はい、構えて。はい、危ないから、危なくないようにやってる。線を取るには前へ出ていかん。後ろへ下がって線を取れ。な。で、ちょっと、はい、構えたな。はい、これ線取ったらいいんだよ。これ線取ったらいいの。これ線取ったらいいの。君動いてへんだから。あれ動き始めるかもわからないけど、これ線取ったらいいの。ほんとこうやって言ったらもう、こう、これ10センチだっけ。届いとる。いや。線取った。君にとっては線取られた。だけでもちょっとまずいな。これはもうあと10センチ。ホークのリーチを長くする方法を知ったら、線取ったら、はい、線取られたいうことだけでも出れない。何にこれ届いてるということになる。だからホークも背が高いけれど、リーチを取る。長くすることを覚えたら、もっとリーチが長くなるから、その長いリーチで線を取ったらいい。はい、こう、こんだけある。はい、これ。はっと、もうこれ届いたんだよ。もうあと10センチ。もう実践に動いた。だから、ホーキンは、リーチを長くする方法を覚えるとともに、前へ行ったり。あと、今度目はまたホーキンのことを言う。ホーキン、背が高い。背が高かったら、後ろへ行ってもいい。君の場合、後ろ行ったらいかんけど、背が低くなるから。ホーク、リーチを長くすることを勉強するとともに、後ろへ行ってもよい。後ろへ行ってもよいのを前に行かないみたいな。はい、ちょっと来てね。はい、後ろへ行ってもよい。こう後ろ行くことや。また。はい、ここから10センチ長い。この場合、君の方が早く動いてきてる。こっちは遅れたから後ろへ行く。はい。危ないかもしれない。これ10センチ長い。はい。なので早く来よう。はい。はっ。下がった。下がってもよい。けど10センチ先で届いてる。10センチ先で届いている。だからホーク、下がってもよい。前へ出てもよい。リーチを長くする技を覚えたら、背が低い五代君に対して、ホーク君は前へ行くときは線。後ろへ行くときは相手が突っ込んでくる。
この辺が教えたように当たる直前に触る。それだけで、はい、届いている。届いている。な、こういうことになる。これ、フォークの場合。同じ身長の場合、最一番いいかな。この上、フォークとの場合。フォーク、下がっても前へ行っても良い。次、フォークと五代目。小さい方、な、小さい方は、とにかく前へ行かんといかん。後ろあかん。ボクサーでも、ボクサーとファイターとの違い知ってるか？どういう違う？ボクサーの体型は、攻める方がファイター。ん？攻める方がファイター。体型、形の、体の形、ボクサーの、ファイターの体型は体の形、ファイターの体の形、攻める、わからない、まあね、まあじゃ分からない。ファイターの体の形。分からない。背が低い。ずんぐりしている。体重の問題違うぞ。体型や体の形や。背が低い。ずんぐりしている。ボクサーはそれに対して、どちらかというと、ほっそりしている。背が高い。これは、五代君、今さっきから、力がどっちが強いとか弱いとか言うとんじゃない。体の形のことを言っている。ボクシングを見たら、ぼやっと見んで、それを見といて。攻めるタイプと守るタイプのことじゃない。何？ファイタータイプとファイター。何？攻めるとこうタイプの人、ファイタータイプで。守りに入る方、こう形を。ボクサーは守りに、ボクサーは守りに入ったら負ける。どっちも守りに入ったら負ける。守っとったら勝てない。一つ当てたら、二つ当てたら勝負やるので。当てんと倒れない。だからどっちも当てに行く。けど、形のことでそういうふうに言ってるわけ。体の形のことで言うわけ。だけど、その形で大体やり方が変わってくる。なんでや言うたら、リーチの。今言うて、ファイターは背が低い、ずんぐりしてる。ボクサーは背が高い、ほっそりしてる。大体、まだ、ふと、背が低い方は、背の低い戦法をやらんといかん。背の高い方は、背の高い戦法をやらんといかん。まだ、お腹巻いて、君背が低い方、当ててる、はい、当たるとこまで当てる、な、ふとファイターここで、ボクサーじっとして、はい、はい、下がる、下がって当たれ、こっちが下がっても当たる、なんでや。ほっそりして、それは高い。腕が長い。リーチがある。ファイターは、ごめん。ボクサーは、下がることも、面白い。
だから、これしたら、はい、どういうふうに来たら、こうしてこうやってやる。こっちに届く。こっちが届けん、ボクサー。ま、ボクサー届けん、当てていっても。普通に当てていっても。だから、ファイターは下がってよろしい。ボクサーは下がってやる。ボクサーは下がって、これでこれ入る。これ、オンってやったら、まあ、次これ出てくるか出てこないか聞かないけど、ボンってボンってやるな。ほんで前やる。ファイターは下がってよろしい。その反対、ボクサーは下がったらか。はい、下がったらか。君下がりながらこれを出すんだけど、ボクサーの方は手が長い。はい、当たると思う。下がりながら打っても当たる。短い。だからボクサーは下がっているけど、ファイターは下がったらいけない。届け。はい。これで両方一緒にしたらこうやって、こっちが届ける、こっちが届ける。それにちょっとこれなんか覚えてたら余計届け。さらにボクサーは下がっても良いし、今言ったな、前へ出ても良い。ボクサーは、ファイターは下がったらええさんだけど、前へ出た方がいい。ふと、どっちも前へ出た方がいい言うたな。ふと、どっちも前へ出るんやね。出たら必ず変わる。これ、僕がボクサーとする。君はファイターとする。前へ行った方がいい理由。はい、ついてきて、どっちも同じやったら、な、俺の方が当たる、これで。だから君は、この前へ出るとき、ファイ、ボクサー以上に前へ出る。なんだ。だから、両方前へ出た方がいいんだけれど、どっちが前へ出るなら、ファイターの方は小さい方が出てる。君まだ僕とあんまり身長が変わらんから分からんやろうけど、君がこんな小さい人間としてみる。腕もこのぐらいしかない。僕がポンって言った時、届くか前へ出ても。思い切り前に出てきたぞ。だから、ファイティングハラダなんか、あれ、ずんぐりむっくりや。前へ出よった。バンバーンと前へ出よった。な。だけど、これも、ボクサーの方が有利になる。一緒に打ったら、さっき当たるのは誰やけど、こっちがいい。長い方が先やった。短い方が後でやった。後で、先やったとったらこっちが、ちょっと効果を失う。だから、どっちも、ファイターもボクサーも、前へ出る。けど、ボクサーはそれ以上に前へ出る。また、普通の、普段僕が言うと、大きい方は下がっても前へ出てもいい。小さい方は前で、後ろはか。同じ身長やったら、これは特に手の力を長くする方法が分かっとったら、下がっても前へ出てもいい。相手も下がっても前へ出てもいい。そういうことになる。だから、
ボクサーでも体型によって体重違うの。体型によって、まあ背が高いか低いかの、ほっそりして背が高いか、ずんぐりして背が低いか、それ以外でも前行った方がいいか後ろ行った方がいいか考えてる。けどな、どっちにも共通することは前行った方がいいことや。小さい方があんまり前行ってか。重ねてもせやろ。重ねると担当でやってみる。担当も前行ったらまだ勝ちかいやけど、重ね以上に前行った。だよな。下がったらもう絶対続き。重ね届く。あれと思うね。そういうことで、自分の身長以上にリーチを長くすことと、大きくすることと、そのリーチを体型によってどう使うか、ということを勉強されている。僕と五代君は身長が同じやから、君は身長の問題に相手としかあんまり稽古できないから、まだ分かっている。まあ、ホーク君もあれ、練習量が少ないから、分かっている。今言ったことが分かるかどうかの問題やな。まあ、でも、まあ、今までいろいろ、丹羽さんとか、とか、ほとんど大きい人ばっかりやってた。30年やっとったらもっと分かってるな。いや、もう今かも、まあ、ほとんどないですけど。ほんでな、それが理屈。だから俺、体型のいかんに関係なし、大小のいかんと関係なし、セントリオ売ってるな。そういう意味。どっちも。線取って前に行った方が勝つ。まあ、それは分かるんですね。で、後ろへ下がって勝つのは有利なのはファイタータイプだ。だから、はい、よく言う。ボクサーでもファイタータイプ、ジャブが得意。これが長いな。で、相手が来たら、ウィッて、ウィッて、こうやってやってる。これがそうやってやってる。線の低い君は、はい。線の低い君、はい、これにこうやってやられたら、それはありますよね。1個も上手。大きい人は、背の高い人が勝つというタイプですね。ん？背が高い人が勝つというわけじゃないですか。背が高いのか、ね、試合がね。背が高いのか、ね、試合が高い人は絶対的に勝つという。いや、絶対的に勝っとるよ。有利なだけです。あ、有利よ。小さい人は小さい人がいい。小さい人は不利や。けど、勝つか勝たんかは、動きとか、両方の稽古量とか、若さとか、技とかによる。実際はな。けど、同じやったら、高い方が有利。そうです、そうです。うん。長い方ね。話やん。大体な。ただ、違いじゃないですか。どっかの横綱みたいに、2メートルが見ると、こうやってやっとったら、これはまた大きすぎては。臨床性がない。けど普通はそういうことじゃ。だから前へ行け、前へ行けって昔から。前へ行く人間は強くなる。後ろへ下がる人間は弱くなる。たとえ背が高い人間でも前へ行かんと高い。というのは、後ろへ行ったら、はい。ついてくると、下がりながらつくやろ。弱いね。これ、はい、出ながらついたら強い。というのは体が出ていく力で、腰の回転。聞きにやつ、うん、だから出ていった方がいい。だから簡単に言うたら、線を取って出ていくのが一番、まあ一般的ないい方法だ。これで線を取るの
相手がまだ準備できてへんやろ。まあそれでいった。だからこうやって、クラーとこれでいい。これで、線取って、先出ていった。君準備できてへん。でもこれも耐えられる、線も耐えられる、これも耐えられる。こういうふうに線を取って、前へ出ていくのがいい。前へ出ていくのが良いけれど、そのうちでも特に良いのは、線を取って前へ出ていくのが良い。長い、大きい人はそんなに有利だな。まあ、そうですね。そのままでも有利ですよね。これ、はい、ちょっと、ついてきてる。ちょっと下がったら、もう両方出ていかないとまた、これ、チビやってみる。僕がチビやったら、はい、僕がチビやで、君も大きいな、はい、で下がったら、届け、出ていかないから、これ1、2になる、遅いね、1、2になるね、遅いね、だけど、はい、大きかったら、はい、下がってる、手伸ばして届いている、1で届く。まあ、あるいはそんなことで、はい。一、二でもね、その場でペッとやったね。足出す。時間いらん。だから、背の高い方が、ゆっくりする。下がってもいい。下がり方を覚えていかんけど、ただ、はい。止めて。バーンってきたら、はい、はい。バーン、ウェーこの間の。僕もやったよ。ああいうことは分かっているやん。やっぱり下がり方が、あ、ちょっとゆっくりで、はい、来たら、一回こうやって、また来たら、また下がる。また来たら、また下がる。これが下がり方の意味。あれを速くする。なんぼ速くしても五代も走ってついてこれない。だから五代君に合わせて下がる。俺のペースで下がったらあかん。僕って自分のペースで走って下がれる。あかん。だからこれ速くしたら、はい、こっち、こっち、こっち、こう下がらない。あれ、一歩ずつ下がっておけばいい。一歩ずつ反撃しながら下がっていく。はい。ほっと、ほっと、もう次来ない。な。一歩ずつ反撃しながら下がっていく。これで僕が下がってきたら、はい。ほっと、ほっと、はい。はい。ほっと、ほっと、二本目でポンとやってる。そういうふうに、相手に合わせて、いうか、一つずつ反撃できるように下がっていく。とにかく、タタタタタと下がればいいんじゃない。マイペースで這い下がったらいいんじゃない。足こらへんがまだ分からんから、もう3年教えてもらう。ちょっと調理としては情けない。な、はい。出るときでも、な、ちょっと今勝ってんだよ。はい。これあかんねん。これあかんねん。マイペースで出てきてる。五代君の下がりに合わせて出てくる。よくやるよ。1、2、3。こう出てくる。五代君の下がりに合わせて、実は下がりに合わすんだけれど、ちょっと早く、ちょっと早く、さすれば、はい、まあ、2発目ぐらいでやっつけるよ。はい、1、2、ちょっと早く、ね、君のスピードに合わせたけれど、一発目を下がった。
つ目、君下がんねん。それより早く。ほんなら二発目で当たるな。ほんなら、これ、それより遅くやったらそれになるか。な、はい。一発目、二発目、君の下がった後でついていった。ほんなら、だからどっちも前へ行くにしても下がるとにしておる。相手を見て、相手に合わせる。ということで前へ行ったり下がったりしてる。だから非常に前へ行く、後ろへ行くと難しいな。何でもせやろ。これついてる。横行くのが遅かったら当てられる。もう横やる。はい。はい、当てられた瞬間から横行くから。あかん。はい。あんまり早く行ったらこっち来よう。な、はい。で、ピッと、ピッと。とやったら、やっぱり相手に合わせてという。だから、あれにかかわらず、何でも相手に合わせていくこと。早合わすこともあれば、同時に合わすこともあれば、遅く合わせることもある。けど、全部相手に合わせてやる。これ早く合わせる。同時に合わせる。遅く合わせる。遅くいても落ち着いていく。まあやっぱり直前や。合わせる。はい。はい、あんたが出てこよう。出てこようとするときに合わせる。ちょっと早いんだよ。はい、次。はい。同時。これ、実際当たってるけど、同時。はい、次ちょっと後で合わせる。これ当たらないようについて合わせる。こういうふうに、まあ、合わせ方がいろいろ。例えば、はい、これ来たら、これ来たら、これも相手に合わせる。これ、こんなことしてるか。はい、こっち。さっきやっとったら、もうこっち向いてことに気づく。な、気づくな。はい、こっち行くの。遅かったら当たる。だからやっぱり、相手に合わせるということです。タイミング的にな。となったら、よく見とかんかいということになる。目どこ向いておることになる。目バシバシするないことになるし。そういうことや。はい、じゃあ休憩。あ、椅子出してくれる？はい。